横浜 vs 阪神、案の定の結果で終わる。あっさり。これはしょぼい。中畑みたいにダブルピースしろ三浦。9連敗か。明日は吉野と大竹だろ。10連敗ほぼ確じゃん。なあ、9月22日にハマスタ行くんだけど連敗止まってると思う。とりあえず神奈川湯に脱げ。上位3チームに軽くひねられてんだ。岩崎をボコボコに打ったのも過去か。この横浜より連敗してるチームがあるという。上位3チームの銀行になってて草。10日くらい前まで優勝とか言ってたのに。まだ横浜に染まっていない吉野に期待するしかない。まあ援護はないけど。来週の中日戦から本気出す。ここまで来たら10連敗いっとこか。村上と相性いい山本を外したの本当に意味わからん。久しぶりに隠れてた暗黒面があらわになってきたな。アナキンスカイウォーカーかよ。